同様ですか。ガネットではない。内容はこちら。宇都宮健二氏のポスターが話題のようです。では、りょうさんのツイートより内容を見てみましょう。りょう、同様ですか。これ、さすがにまずくないですか。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。完全にパクリですね。パクっても知らん顔。オリパラのロゴマークを思い出したわら。さすが本番仕込みのパクリゲーわら。確実に盗用ですね。さすがにパクリはダメですよ。これって、佐野市の東京五輪ロゴパクリ問題と全く同じですよ。次はこちら。実直じゃないし。何が実直だよ。アンパンマンに続きですか。実直ならパクりません。実直イコール、誠実で正直なこと。律儀。確かに違うような気が。次はこちら。これは、北野武監督に対する暴挙ですね。武さん、この人を違法で訴えてくれないかな。これ、訴えられてもおかしくない。北野監督も、呆れてものが言えないのではないでしょうか。最後はこちら。うつけマンといい、本当に弁護士ですかい？著作権。法に触れますよ。本当に弁護士ですかい？本当だ。宇都宮市って弁護士ですよね。どうして？結論。北野監督のポスターパクリといい、うつけんマンといい、弁護士としてやってることがおかしくないですか？これは、批判の声が起きても仕方ありませんよ。著作権的に普通にアウトと思いますが。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。